さあやってまいりました。今日はあいにくの雨ですけど4連勝目指して一員カーもオープンしてます。よろしくお願いします。そう、キッチンカーたくさんのご来店ありがとうございました。ちょっと待たせてしまってすいませんでした。急いで試合観戦に行ってきたいと思います。バモス長崎。さあ後半です。なんかちょっと危ないですね。ディフェンスライン0対0で、まあまあまあいい攻撃はしてるから点取ってくれるでしょう。行きましょう。バモス。試合観戦終了です。0対0、引き分け、まあ貴重な勝ち点1ですね。あの向こうのキーパーのスーパーセーブの連発にちょっとやられたかな。惜しいシーンたくさんありました。じゃあまた後でお話しましょう。はい、ゴーバモーズ長崎バモーズ。はい、ブラウブリッツ秋田戦0対0で引き分けでした。引き分けやったね。率直な感想聞きたいです。いや勝ち点1です。勝ち点1取れました。どうなのかな。いや俺はごめんね、3欲しかったです。勝ち点勝ちたかったね。ただ原田監督、まあ2試合リーグ戦1試合天皇杯、これ無敗です。まあそうね、確かにそう言われればそうやな。2勝1分け、ものすごい結果ですよ。これは松田監督が築いてきたサッカーを、まあこの暫定的にこの3試合指揮を取ってうまくこのカリーレ監督に引き継ぐ、ここの重要なここの部分、うまいことつないでくれたんじゃないですかね。試合内容を振り返ってみましょう。見ましょう。点取れましたよ。点取るとこいっぱいあった。ただ向こうのキーパーの好セーブも光ってましたね。あったね。ただそれに関して言えばこちらの、まあ、長崎のキーパーの好セーブも光る。生で見よったっちゃね、最後ね。これは会場に行って見てました。これ雑音で見よったっちゃ、なんかもう本当もうずれたかったよ。あのですね、秋田の本当ハイプレスに、ハイプレスにこうまんまとこううまくうまくいなせてなかったっすね。どうやったっすか、見よってなんかバックパス多いなっていうかディフェンスラインで回す時間帯多いなって感想じゃないですか。でまあ結局二見選手で上に出すっていうかそんな感じだったんですね。まあいつも通り米田選手が前のポジション取って攻撃の時は3バックで回すじゃないですか。その時二見選手が、まあ、左サイドバックみたいなポジションにおるっすよね。で回す時にまあでも展開は悪くなかったと思うんですよ。ただその最後のアイディアっていうかシュート打ってないとかそこが僕はちょっとシュート打ってないっていうのがちょっと気がかりね。意外と打ってなかったもんね。印象的に左サイドはものすごいこうバリエーションがあってすごいいい攻撃してたのに、攻撃をしてたのに対して右サイドが比率ですね、右と左の比率がなんかこう右が単調だったなと思って奥井選手生かせてなかったっていうと、例えば左サイドからいい感じで崩してクロス何回も上がってたんですよ。そうね。に対して奥田選手のポジショニングが一番ファーで待つ、いやちょっとダメでしたね。展開力、サイドハーフ入った時も最初一枚上がればってとこあったよね。ごめんなさい、もう本当私個人的な意見で言えば奥田選手のところができてなかったっすね、何もって思ったな。クロスに対しての動きもそうですし、選手交代のタイミングはどうですか。遅かったと思います、選手交代のタイミング。ただその勝ち点1でいいのか3を取りに行くのかっていう部分で言えば、もちろん3を取りに行くっていうこの立ち位置だと思うんですよ、ビファーレなんか。間違いなくね。で今回また仙台が引き分けてるじゃないですか。
山形と、でここでね向こうが勝ち点3取りそべた時にこうこっちが勝ってまた縮めるっていう大チャンスやったんですよね。岡山もまくっとったんですよ今日勝てば、で勝てなかったっていうのは、まあ、決定権決めれなかったっていうのと、でもねなんか攻撃の姿勢は見えたというか、向こうもでも秋田もものすごい攻撃的でしたよ。あのショートカウンターとあとディフェンスのプレッシングものすごくて、要は攻撃が完結しないまま、ショートカウンターを食らう形ですね。お互いだったんですけど、それで決定機作られたなっていう印象で、ディフェンスラインのパス回しも危ないシーン何個もあったんですね。まあ、ただもう本当、決めてれば勝ってたんですよね。決まってれば、上中選手がスルーして襟川選手が打ったシュートだったと。でも無敗ですよ、考えてみてください。何試合無敗かないの、5試合ぐらい3連勝して1分けして、あ、これは大事やな。マジで勝ち点は毎試合毎試合積んでるわけですよ長崎も。だからいい傾向にありますよチームはね。ただねアギレ監督が次回甲府戦から、甲府戦って私ターニングポイントって言ってますから、実は前半戦のホームで負けてますよね甲府。そうだね、で昨年も昨年も本当甲府に負けてなんかこう意気消沈したというか、 J1 の道を断たれるというか、なんか遠のいたっていう試合が甲府戦だったって、そういう印象で、え、次絶対勝たないかも、ね、ここはねマジでアウェーで絶対に勝たなきゃいけないです。甲府借り返しましょう、行きましょう。そして7月入って強豪とのチームが続いてるんですよ。町田、仙台、ヴェルディ、横浜やったかな、新潟も7月30日やって5試合だったかな。結構タイトで上位チームとの対決が控えてて、ここをどう乗り切れるかっていうか、もうほんといいコンディションで入りたいわけです。ここに対して、スタメンもある程度こう定着しておきたいしですね、なんか試験的にここに誰かが出るみたいな、じゃなくてですよ。ってなったらもうこの松田監督から引き続き原田監督からのアギレ監督って、このやっぱもちろんコミュニケーションは取ってるんでしょうけどね、この意思の疎通をはっきりしてほしいですね。で長崎のスタイルを確立してそこに挑みたいです。そこにピントを合わせたいです。行きましょう、甲府戦は絶対勝ちます。まあ何はともあれ勝ち点1ゲットできました。よし、ハンバーガーも。で次は甲府戦何対何で、ズバリ58対0でいきます。よっしゃ、行きましょう、それで行こう。営業終わり、今バー1、2を閉めて朝7時今撮ってます。ちょっとすいません、ろれつが回ってなくてベロンベロンの状態なんですけど、鮮明に覚えてます今日の試合シーンは。怒ってるサポーターもいました。まあでも可能性が絶たれたわけじゃないから、負けたわけじゃないですから、行きましょうこの勢いで。 OK、 ビバレ長崎今年 J1 行けると信じてます。ね、皆さんもそうでしょう。いや、行こう、一生懸命応援していきましょう。バモス長崎、いや、また次回。